ましくはないんですけど、こんな風にして火をつけることができます。はい、マッチを使ったちょっとしたいたずらなんですけど、このマッチの、このする部分ですね、こっちの本体の方にある部分ですね、こする部分ですね、ここに水をちょこっとつけまして、これただの水です。このマッチの投薬の部分ですね、これをこすりつけるようにして、ちょうどここの、このこする部分、こう茶色っぽい部分ですね、これが、投薬の部分にこうくっつくみたいな感じで、ね、こすりつけるような形で、まあ、あまりきつくやると水が足んなかったり、きつくやったりするとここで発火したりするので、気をつけてやってほしいんですけど、まあ、このような状態ですね。投薬の部分に茶色っぽいですね、こするここの茶色っぽい部分ですね、これですね、これを何本か事前に作っておいたものがあります。こちらですね、これが乾かしてやるんですけど、でこれだと実はこのマッチの箱で擦らなくても火がつくというものです。こちらにちょっと、これは金賞かなとこなんですけど、ここに擦りつけてですね、こうただこう擦るだけで火がつくというものです。ちょっとやってみますね。この通りです、ね、昔なんか西部劇でカウボーイが靴の裏でパチッとこうやってですね、火をつけるっていう、そういうのシーンがなんかが見たことありますけども ね、金属じゃなくても、これただ木 の紙の箱なんですけども、こういうところであんまり好ましくはないんですけど、こんな風にして火をつけることができます。扱いに十分に気をつけてやってみてください。